次に塩川哲也君。委員長。日本共産党の塩川哲也です。次世代医療基盤法案、医療ビッグデータ法案について質問をいたします。個人情報保護法におきましては、個人の心身に関する情報である医療情報は、不当な差別や偏見、その他の不利益が生じないように、その取り扱いに特に配慮する個人情報である要配慮個人情報にあたります。要配慮個人情報の取得や第三者提供の際には、あらかじめ本人の同意を得るオプトインの手続きが必要であり、本人に通知をした上で、本人が停止を求めなければ提供するオプトアウトの手続きは認めておりません。医療情報の第三者提供についてはオプトアウト手続きは認められないということであります。一方、次世代医療基盤法に基づく匿名加工医療情報は、医療情報の利活用を推進するために利活用の壁となっているとした本人同意のオプトイン手続きを外してオプトアウト手続きとしたものであります。これは本人同意の手続き、これを形骸化をするものではないのか、その点についてまずお伺いします。高市大臣。次世代医療基盤法は個人情報保護法の特例法として、主務大臣の認定を受けた事業者に対する場合に限り、同意でなくオプトアウト手続きによって医療機関から医療情報を提供することを認めるものでございます。でこれは患者などへ の丁寧な通知が行われることによって、自分の医療情報の提供を拒否する機会が付与されること、認定作成事業者は十分な安全管理措置が確保されていることなどについて、主務大臣から認定を受けるとともに、その監督下に置かれることにより、医療情報の慎重な取り扱いが確保されること、また医療機関等から提供された医療情報は、認定作成事業者によって特定の個人が識別されることがないよう、匿名加工が施された形で利用されることなどによりまして、個人の権利、利益が侵害されることを防ぐ仕組みとなっていることによるものでございます。はい、やはり個人情報、特にこういった医療情報などの要配慮個人情報というのは、その人自身の個人情報をやっぱりしっかりとコントロールできるような仕組みにしていくことが必要であって、それについて丁寧なとは言えながらも、オプトアウト手続きではそれに応えるものとは言えないという点を指摘をしておくものです。でその上で、今回の法改正で措置する連結可能匿名加工医療情報は、公的データベースとの結合で、個人の医療情報が時系列で把握をできるようになります。また、加盟加工医療情報は、希少な症例や薬剤使用などの特異な記述も残すので、容易に個人が特定可能となり得ます。より慎重に取り扱うべき個人情報の第三者提供なのに、オフトアウト手続きでよいのか、明確な本人同意の手続きを取るべきではないのか、この点についてお答えください。高市大臣。NDB などの公的データベースとの連結を可能とする、連結可能匿名加工医療情報につきましては、あくまでも匿名加工し、本人を特定できない形で提供するものでございます。で従来の匿名加工医療情報と同様の理由によりまして、適切に個人の権利利益の保護が図られると考えております。また新たに創設する加盟加工医療情報については、匿名加工医療情報と情報同様に、患者さんへの丁寧な、通知が行われることによって、自分の医療情報の提供を拒否する機会が付与されております。でまた認定作成事業者は十分な安全管理、措置等が確保されていることなどについて、主務大臣から認定を受けるとともに、その監督下に置かれることにより、医療情報の慎重な取り扱いが確保されます。また医療機関などから提供された医療情報は、認定作成事業者により、その情報だけでは特定の個人が識別されることがないよう、加工された形で安全管理措置を適切に
講じる体制を有するものとして、国の認定を受けた利用事業者に限って利用を認めることによって個人の権利利益が侵害されることを防ぐ仕組みとしております。まあ、このため同意ではなくオプトアウト手続きにより医療機関などから認定事業者への医療情報の提供を認めるものでございます。塩川君。加盟加工情報は、本来第三者提供が禁止されておりますが、加盟加工医療情報は、本人通知のみで第三者、はい、しばらく頑張ります。ではどうぞ、じゃあ今のタイミングで。ちょっとさっき閉まってたんで、はい、じゃあ事務方で結構なんですけれども、その加盟加工情報は、本来第三者提供が禁止されておりますが、加盟加工医療情報は本人通知のみで第三者提供を可能としております。個人情報保護の規定の緩和ばかり進めているというのが実態であります。そこでお尋ねしますが、匿名加工医療情報について、利用の停止を求める意思表示がされた件数および割合はどうなっているのかについて、お答えください。西辻局長。お答え申し上げます。次世代医療基盤法におきましては、医療機関等から本人に通知を行う方法として、インターネット掲示や院内掲示など、単に本人が容易に知りうる状況に置くのではなく、あらかじめ本人に通知するということを求めております。でオプトアウトの具体的な件数割合でございますが、正確に把握しているわけではございませんが、認定匿名加工医療情報作成事業者において一定の期間におけるオプトアウトが行われた割合についてはおおむね 1% 未満であったというふうに聞いております。はい、塩川君。オプトアウトの手続きで、拒否が 1% 未満ということでありました。でもう一つお尋ねしますが、難病患者データベースや小児慢性特定疾病患者等のデータベースにつきまして、本人同意をもとに、医療情報を取得をするとなっておりますが、この難病 DB や小慢 DB について、同意を拒否した件数及び割合がどうなっているのかについてご説明ください。鳥居審議官。お答え申し上げます。厚生労働省の健康局難病対策課で実施した平成30年のウェブアンケートによりますと、難病患者では毎回同意していないが 2%、 同意していないときも何度かあったが 10%、 小児慢性特定疾患患者等では毎回同意していないが 1%、 同意していないときも何度かあったが 12% となってございます。アンケートでございますので件数は承知しておりません。はい、塩川君。今お答えいただきましたように、そのオプトアウトの匿名加工医療情報の場合に拒否は 1% 未満でしたが、オプトインの難病データベースや小慢データベースの場合には十数パーセントが拒否の時があるということであります。難病患者や小児慢性特定疾病患者で、医療情報提供に同意しない理由として、個人情報をむやみに提供したくないからという回答も多かったわけであります。大臣お尋ねしますが、やはりオプトアウト手続きでは、このような本人の意思表示が明確にされないのではないかと思いますが、お答えください。高市大臣。次世代、医療基盤法は、医療情報について匿名加工、または加盟加工を施した上で、利活用を行う制度ではございますが、その利活用につきましては、患者さんご本人に対して、しっかり、あらかじめ認識をしていただくことが重要であると考えております。ですから、同法におけるオプトアウトでは、ウェブページへの掲載など、単に患者本人が知りうる状態に置くということではなく、ご本人が認識する機会の確保の観点から、あらかじめ本人に対して通知することを求めております。
で通知の手段としましては、その内容がご本人に認識される、適切かつ合理的な方法により行うことを、求めております。主に医療機関の、窓口などにおいて、患者さんご本人に対して書面などを用いて通知が行われていると承知をしております。でまた通知に関しましては、16歳未満の方については保護者、に対しても通知を行うことや、障害をお持ちの方や高齢者に対しては十分な配慮を行うこと、またさらにはご本人、またそのご遺族などからの問い合わせにかかる窓口機能の確保なども求めております。まあ、患者本人の皆様などに対して、本制度をしっかりと認識していただいた上で、医療情報を提供していただく仕組みを構築いたしております。塩川君。これまでオフトインで行っていた、難病の場合などにつきましては、イエス・ノーにチェックをする、あるいはその署名をするという形での明確な意思表示というのがあるわけですけれども、オフトアウトの場合には通知ですから、そういう点でも非常に本人の意思表示というのが明確にされるような状況にないということを指摘をし、個人情報保護の根幹である本人同意の手続きがなし崩しとなるといった点が強く危惧されるものであります。で一方で医療情報を利活用する事業者サイドを見ますと、要配の個人情報である医療情報に対する適切な取り扱いが軽んじられている、このことは昨年の認定事業者であるライフデータイニシアティブと NTT データが第30条に基づく本人への通知を行わずに計9万5195人分の医療情報を提供した、プライバシーの侵害が懸念される、こういった事態があったことも極めて重大であります。でそこで今回の法改正で、医療機関や介護事業所、自治体、学校等に対し、国の施策への協力の努力規定が盛り込まれております。本改正案に向けた検討の場でありますワーキンググループでは、先に示した問題を起こした LDI の委員の方が、病院の協力を得るのが非常に大きな足かせだと、今の法律では医療機関からデータを出すのはあくまでも任意、ここが非常に効率も悪いし、1診療機関あたり500万ほどの費用が必要になってくる、データ集めは義務化してほしいと要求するなど、事業者の都合を優先する発言を行っております。医療提供取扱い事業者には医療情報提供の義務付けはないのに、医療情報提供への圧力をかける、そういう規定になってしまうのではないのか、強く懸念するところですが、この点いかがでしょうか。高市大臣。この改正法で、新設する協力規定でございますが、医療分野の研究開発を推進するために、医療情報の利活用がますます重要となる中、収集する医療情報の充実を図るために、本法の趣旨を医療機関や地方自治体などにご理解いただき、ご協力をお願いする目的で設けるものでございます。で、今回の協力規定を設けた後も、医療機関などが本法に基づく、医療情報の提供を行うかどうかは任意でございます。さらに医療機関などから提供する旨の通知を受けた患者さんが協力することも任意でございます。この医療情報の提供は任意であるということを前提に、医療情報を研究開発に利用することの意義、またその成果を分かりやすく広報してまいりたいと存じます。塩川君。任意と言いながら、この医療情報の提供を求めていくといったことが新たに規定で盛り込まれるわけですから、関係のこの医療情報についての医療提供の取扱い事業者に新たな大きな負担、負荷をかける、こういった点でも、それぞれのその国民への個人情報の提供、医療情報の提供に促進するという流れを強める点でも懸念するものであります。で、次世代医療基盤法の見直しにあたって、経団連の要望書では、医療機関による通知への事務負担軽減のためといって、ポスターに印刷された QR コード等により、スマホ上での通知文書の誘導、閲覧をもって、通知とみなすことについても検討すべきだといった要求も出されています。で、こういった利活用優先、個人情報、
保護軽視の姿勢は許されないと思いますが、この点いかがですか。はい、高市大臣。あくまでも個人情報をしっかりと保護した上で、貴重な医療情報の活用を促していくということでございます。事業者サイドではより一層情報収集がしやすいような、そういうスキームということで個人情報保護の規定をどんどん後退をさせると、こういった要求が背景にあるということは極めて問題があるわけで、現在 の認定医療情報等取り扱い受託事業者は NTT データ、日鉄ソリューションズ、日立製作所の3社でありますが、一方、この医療ビッグデータを推進する国の機関を見ると、健康医療戦略室に日立製作所、デジタル庁に NTT データ、日鉄ソリューションズ、日立製作所がある。国の組織体制では、医療情報の保護よりも利活用優先、企業優先を、企業利益を優先する構図となっている、こういった組織の構成そのものが問題があるということを最後に指摘をして、質問を終わります。これより討論に入ります。討論の申し出がありますので順次これを許します。塩川哲也君。私は日本共産党を代表して医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律改正案に反対の討論を行います。本制度は医療機関が患者の医療情報を本人への通知のみで民間の作成事業者に提供できるものです。本人同意も得ずに個人の情報を外部提供することは許されず、特に医療情報というセンシティブな情報が重大なプライバシー侵害の危険性にさらされると我が党は反対してきました。実際2022年には認定事業者であるライフデータイニシアティブおよび NTT データが本人への通知を行わずに9万5195人分の医療情報を提供した問題が起きています。その上で本案で創設される措置の問題点を述べます。加盟加工医療情報は特異の値や希少疾患名等の削除等は不要であるなど、現行の匿名加工医療情報よりさらに生データに近い上、対象表の削除も不要なため、他の情報と付き合わせることで容易に復元が可能な情報です。また、連結可能匿名加工医療情報は、本制度における主な医療情報の提供元である急性期医療など大きな病院に限らず、町の小さなクリニックや薬局など、すべての保険診療にかかるデータ、および特定検診にかかるデータが含まれている NDB をはじめとしたさまざまな公的データベースと結合するものです。本人特定のリスクを高め、さらにプライバシー侵害の危険性を高める措置で反対です。加えて、本案が検討されたワーキンググループでは、前述の問題を起こした LDI の委員が、病院の協力を得るのが非常に大きな足かせ、任意というよりほぼ義務化をと、事業者の都合を優先させた発言をしています。実際、ワーキンググループの中間取りまとめにおいて、医療情報を取り扱う事業者すべてについて、次世代医療基盤法に基づく取り組みに参画することが当たり前となるよう、施策を検討するとされた結果、医療情報を取り扱い事業者に対する国の施策への協力の努力規定が創設されることになります。医療機関等に対し、医療情報提供の圧力をかけようとするものであり、認められません。以上、反対理由を申し述べ、討論を終わります。